とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略、やっていきます。今日は21階から25階ですね。ここが結構、山場となるところではないでしょうか。難しいよ。で、前回の動画から繋がってます。前回、前々回などもチェックをよろしくお願いしますね。では、前回、報酬で、リョバオのゲットしました。エンチャントつけていきましょう。重要なのは、衝撃波と、吸血です。HP 回復、重要だね。そして、衝撃波で、距離を置いて攻撃をしていく。これが重要になってきます。はい。では、行きましょうか。ここがね、なかなか難しいのよ。なかなか難しい。まず、下に降りて、ゴーレムと愛のメダルで、取った敵、そいつらで戦っていきます。でね、自分は、後ろの方から戦ってください。後ろの方から入手したハープクロスボウ。これでね、戦っていくのをおすすめします。危なくなったら、ポーションバリア。危なくなったらポーションバリアを、もう惜しげもなく使ってください。うん。で、後ろに下がりながら、ハープクロスボウで、チク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 、ダメージを与えます。で、愛のメダルが溜まったら、また仲間にしてから、戦わせていってくださいね。よし。で、自分は、基本的に、後方支援でいいです。で、エンチャンターがいるからちょっとうざいんだけども、エンチャントがね、届かない場所から、攻撃を加えていきます。ナイス!お前か。うざいのお前か。あぶねえ。で、衝撃波で遠くから攻撃していくと、結構安全に倒せるので、いい感じですね。ああ!3体とも行ったと思うんだけどな。3体ともは行けてなかった。はい。ということで、クリアですね。ギロチンの近くで戦うっていうのもあるんだけども、ちょっとね、やってみたけど、戦いにくかったのよ。なんで、基本的にはゴーレムと、愛のメダルで手に入れた仲間、そいつらを盾にして、後ろから矢を打っていった方が、安全に、いけると思います。はい。21回クリアです。で、ここの報酬、防具を変えましょう。狼のアーマー。これをもらってください。そして、エンチャントつけていきますよ。エンチャントは、ポーションバリア。そして、防護。です。で、狼のアーマーで、武器ダメージが、20%、上昇しますし、回復のポーションがゴーレムにまで行き渡るようになるので、だいぶ生存率も上がってきてます。では、ここがね、結構難しいのよ。結構難しい。最初にガードがね、3体出てくるのよ。その3体を全部仲間にした後に、上に向かっていきます。上で戦います。それがおすすめ。まずは、このガードが、うざいのよ。ここを仲間にして、で、上に向かいます。その前に、このエンチャンターを、一体でも、倒しとくと、だいぶね、楽になるんで。エンチャンターを、まあまあ、倒せるなら倒していってください。で、この上で、若干待機しつつ、ゴーレムと弓で、耐久。で、愛のメダルが溜まったら、あぶね。戦いに行きましょう。ここだね。ガードがすっげー多いんで。よし、おぉ、ラグった。死んだかと思った。やべ。とにかく、ここ敵が多いんでね。敵に囲まれないように。うまいこと、逃げれる場所が用意されてるんで、その逃げれる場所をうまいこと活用していきましょう。
うん、もうこんだけ減ればあとは大丈夫だよね。やっぱ最初からこう敵が多いところに突っ込んじゃうと、まずもって無理になるんで、とにかく場所っていうのが重要です。うん、最初のガード3体を仲間にして、でこっちに連れてくる。でここに溜まってるので、ここをガードをぶつけてください。でエンチャンターを一体でも多くね倒して、で上に逃げ込んで、ここで耐久して、で愛のメダルが回復するまで待ってください。であとね、下の方のガードをまた愛のメダルでゲットして、でそれで、戦えば OK です。うん、俺が思うに22階が一番難しいかもしれない。うん、山場ですね。で、報酬ですけども、ゴーレムを取ってください。79のゴーレムだったんで、耐久力がね、ちょっと足りなくなってきたのよ。なので、ここでうまいこと、107のゴーレムが入手することができます。では、次に行きましょう。ここもちょっと難しいです。まずはね、上に行かないと敵が湧きません。なんで、上に行って、戦います。まあ、いつも通り愛のメダルを使いつつ、ゴーレムで単独で戦っていってください。で、ある程度倒すとエンダーマンが出てくるんだよね。エンダーマンが出てきてからがちょっとコツがあります。エンダーマンが出てきてからがね、ちょっと知ってないと痛い目を見るので、要注意だね。よし、なかなか HP 高いな。そろそろか、まだか。多分これ倒した後ぐらいにエンダーマンが、あ、出てきた。エンダーマンが出てきたら下に逃げます。うん、あ、まあまあ愛のメダルがあるならば、まあそこそこいけるかな。うん、愛のメダルがあればそこそこいけるけど、愛のメダルがまだ回復してねえっていうならば、下に逃げ込んでください。そうしないとちょっと難しい。うん、今の敵の数で、押されてしまうので、ちょっと難しいので、下で一度ね回復を図った方がいいです。危ねえ、下には敵がね、略奪者とかあいつらは来ないので、下でね、安全に回復してくださいね。あとはエンダーマン倒しておしまいです。では次行こう。そして報酬ですけども、ここはいりません。エンチャントポイントをもらいましょう。でこれだね。俺のおすすめは爆発を入れてください。爆発が結構おすすめです。で、これね、先の方に行くと、ここはね、二手に分かれてます。うん。ゴーレムの HP がマックスぐらいあれば、うん、そのままゴリ押しでね、進んでいっていいんだけど、ちょっと難しいと思うので、後ろに若干下がりましょう。はいはいはい。あぶねえ。よっしゃ。後ろに下がって戦っていくと安全だね。うん、どうしてもね、あーぶねえ、うおー、あぶねえ、あ、やばい、あぶねえ、エンチャンターうっとい、あばーやばいけども大丈夫。愛のメダルが回復するんで、お前たち頼んだぞ。よし、ナイス。愛のメダルとゴーレムがいればなんとかなるんですよ、ここは。でもエンチャンターいるな。エンチャンターが若干鬱陶しい。あ、ちょっと下にも敵いたじゃん。
お前もいたんかい。よし、オッケー。で、オッケー。ちょっとエンチャンターをまずは倒さないと、どうしようもないからね。よし。で、ゴーレムはいい感じにやられてくれた。ナイス。ゴーレムはね、HP 管理が重要なんで、やられていいところでは、もう、全然ね、やられて OK です。むしろやられた方がいい。HP がもう次のね、階層まで持ち越しになるので、召喚のやつだって。なんで、できるだけ使い切りでいった方がいいよね。では、次25回行ってみよう。ここでいい報酬が出てきますね。弱体化のドラ。これを守護のトーテム、バリアと交換しましょう。ようやくね、ダメージをゴリッと与えることができるようになってきました。ここまず、エンダーマンが出てきます。エンダーマンを、まあ、うまいこと、ゴーレム、愛のメダル、ドラを使って貫通してあげましょう。いくぞ。オッケー。あぶね。よし。あいつ鬱陶しいな。まあまあいいや。あぶねえ。あぶねえ。オッケーオッケー。大丈夫。時間をかけて倒していいんで、全然大丈夫です。で、あとね、ガストもいるのよ、こう、ガスト。うん、ガストも、もう同じくだよ。愛のメダルと、ドラと、ポーションバリア。それを、ほんと、うまいこと使って、貫通していきましょう。愛の、これ、ポーションバリア回復しないかもな。ちょっと待とう。若干待ってから、突破します。ガストはね、あの、炎がマジで痛いんで、要注意。オッケー!いけ!あー、待って!ドラが入ってない!ドラを、先出ししすぎだな。でも、まあまあ、いけるか。あぶね!あばー失敗した!もうね、ドラさえ入ってれば、なんてことないのよ。さっきのはほんとちょっとドラの先出しだったな。失敗した。まあいいや。とりあえず、クリアですね。そして、報酬です。報酬は、ビーネストアーマー。これを取ってください。エンチャントでクールダウンと、ポーションバリアを入れることができます。この二つが結構重要なので、ビーネストアーマーに変えましょう。ということで今日は21回から25回やっていきました。ちょっと最後ね、やらかしちゃったんだけども、まあまあまあ、全然いけると思います。やってみてくださいね。では次がラスト26回から30回となってます。ぜひご視聴よろしくお願いします。それではありがとうございました。